取引を行いましょう。ありがとうございました。承知いたしました。はい、ご視聴ありがとうございます。信長の野望大地ウィズパーキット小田原生活シナリオの北条家編第12話ですね。はい、ご視聴いただきありがとうございます。では、進めていきたいなと思います。みんな気合を入れろよ。あ、今回は多分最終回だと思うんですよね。悪いが負けられぬのでな。跳ねてきます。無念だ。はい、手を打とう。あとで許してくれ、許してくれ言ってくるのはね、進むのだ。結構面倒いんで、跳ねていきます。ほい39インチですね。南部さん、頑張ってください。南部さんどこと戦ってんの？反動家と。これ、ほぼほぼうちらの兵でなんかここ落とそうとしないか？まあいいけど。はい。じゃあ進めていきます。強行15インチですね。なんか変なところで集まって手を打とう。28000の、大丈夫だね。勝てるね。農兵精錬入ってる。大丈夫、大丈夫。みんな、気合を入れろよ。この城、もらい受ける。一回選択、カットします。手を打ちましょう。進め。不作神妙の覚悟見知ったか。かたじけない。ああ、カットするの忘れたいざ参る。じゃあスモと言って1ポイントもらい行きましょう。信じて前へ進め。この城もらい受けよう。カットします。深く。ちゃんとね、こっちにね、下ってくれれば別にカットしなかったんですけどね。うん。行こうか。じゃあこっち行きましょう。進むのだ。29000。やばいね。ちょっと、兵出そうか。こっち。3万ぐらいでいこうか。進め！で、こっちからも、いいな、甘さ。行きます。縄そこ持ってこうか。進め！総務時で来てますね。でも、まだちょっと早いんで、そのまま、秀吉の首跳ねに行きましょう。ご命令を。このお家の場合はね、跳ねたみたいなね、あれですわ。小田原包囲網でね、小田原じゃない。小田原征伐シナリオンで、うちらを、跳ねようとしてきたんでね。まあ、それを覆してあげましょうね。悪いが負けられぬのでな。行こうか。いざ参ろうか。水攻めしとこうか。強豪96インチ。我が部の前に敵はおらぬ。どうなんだろうね、ここね。いざ参る。3800、3800。微妙な。己を信じて。すごい。前へ進め。勝てるかわかんないような状況ですね。あ、奪われちゃった。行きます。いざ決戦の地へ。あ、こう負けちゃったね。我に続け。後ろからもっと持ってこようか。いざ参ろうか。手を打とう。ちょこちょこ持ってこいよ。いざ参ろうか。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。待機せよ。これ勝てるんじゃないのか。勝てないの。やっぱ戦場低いとやっぱ厳しいね。これ跳ねれないかな。跳ねたいんだけどな。首を跳ねたい。参るぞ。我に続け。秀吉の首は跳ねたいんだけど。我が部をもって我が名を示す。我が部をもって我が名を示す。のようなところで我が部の前に敵はおらぬ。これで跳ねたんで、あとこここれ部分入場しよう。入場させます。この部隊を入場させて、で、ここは籠城でもいいかな。こいつはちょっとこっちの方に行こうか。進め。勝てる。こうなることは分かった。強行を入れときます。勝てるね。我が部、天下に示す。で、スモードも多分取れそうだね。いい感じに切りましたもんね。病には勝てぬか。報告いたします。これより表情を始める。策がございます。これ大丈夫だね。表情を終わります。まあそんな強い武将じゃないですけど。ご命令を。まあいいでしょう。農兵精錬やっときます。この志、必ずや果たす。他になんか戦争タイムあるかね。ないね。忍び暗脚ぐらい。暗脚使ってはあんまり。みんな気合を入れろよ。みんな気合を入れろよ。貴様の部では我らは止められぬ。おいっぱい切れるね。無念だ。もう秀吉ほとんど武将いなく なってるよ。大丈夫。手を打ちましょう。ここ行こう。出陣する。あー、ここら辺なんか止まっちゃってるね。2万3000。出陣する。これも止まってるね。これでいいか。出陣するぞ。強豪34日、強行43日ですね。裏切られた。2位。あげます、あげます。勝って兜の王子。あ、これ。首跳ねてるからあれか。中性弾は下がってるのか。はい。多分そんな感じですね。強行19日。もう46日ですね。誇りにかけて負けはせぬ。もうちょっとであれですね、秀吉の首をはねれそうですね。ちょっと待ってよ。あと何日？ 7 日。6日で揃う。これまた負けちゃうパターンじゃん。行こうか。また負けちゃうね、これね。もう一部隊まで出しとこうか。出陣せよ。行くぞ。こっち。出陣せよ。勝てる勝てる勝てる。みんなよくやってくれたな。この城もらい受け、参るぞ。出陣するぞ。秀吉ちゃん4000キロがこっちに来るんだ。いいね。これ勝てないんだよね。位置が悪いだよね。歯向かう者に容赦はせぬぞ。中身のある武将はちゃんともらっておきます。行きます。いざ決戦の地へ。こっちに来た後だから大丈夫だな。いや、こんだけ出してるんだから、ちゃんと自分が出てくれば、こんだけ出してるんだよ。取引を行いましょう。戦場で死にたかったって言ったって、岡崎だって、ああ、誰も出てなかったんで、じゃあこの辺から出しておいてやろうか。いざ参ろうか。手を打とう。じゃあこっちの方を向かせとこう。いざ参ろうか。じゃあ進めていきます。強豪30日、いいですね。負けちゃったね。行くぞ。じゃあここでちょっと落とそう。進め。で、ここら辺も8500ぐらい。進め。行くぞ。で、これこっち取ろう。進め。勝ち戦だ。勝ち時をあげよ。かたじけない。行きます。いざ決戦の地へ。使いの者が来たようです。いやいやいや、あんだけ跳ねてるのに、使いの者だ出してくるとか、相当ひよってるじゃないですか。かたじけない。手を打とう。進め。いや、あんだけ跳ねてて、ね、首跳ねてね、講和を押してくるとかってありえないですよね。強行26日です。こっちだともう中性度ボロボロですからね。跳ねすぎてるからね。包囲79日。強行30日。我らの勝ちを、勝ち抜きをあげよう。このようなところで運命だ。まあ跳ねてるので、武将もだいぶ減ってきてくるので、強い武将もいなくなっているはずなので、だいぶ楽に進めれるようになってるんじゃないかなと思うんですけどね。歯向かう者に容赦はせぬぞ。島左近さんとかも跳ねますからね。ねえ。じゃあそのままこっち行って。進め。商いを始めましょう。報告いたします。ご命令を。相当あれだよ、中性度下がってるよ。あれ、でもなんか上がってるね。いや、佐竹さんこんな赤かったかな。赤くなかったような気がするんだけど。じゃあ進めていきましょう。兵糧買います。取引を行いましょう。金銭収益なんか下がってるような気がするな。大丈夫なんだろうかね。誇りにかけて負けはせぬ。いや、もうそろそろ、あ、違う。こんなところにまだ秀吉の部隊がいた。いざ決戦の地。こんなところにお城があった。気づかなかった。やっと洲本はたどり着けましたね。勝ち戦だ。勝ち時をあげよ。どっか勝ち時あげたね。ここか。行きます。じゃあそのままこっちで。進め。これでほとんど囲えるんじゃないかな、もう少し。あとここか。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。を取ったわ。もうそろそろあれじゃないのかな。秀吉さん悟ったんじゃないのかな。自分が首跳ねられるっていうのね。行くぞ。皆の者、我に続け。この城もらい受けよう。深く行こうか。こっちのが早い、ね。いざ参ろうか。これは予備のために置いておきましょう。こっちの方にね。問題なさそうだな。こっちも大丈夫だね。報告いたします。先月の収支です。これより表情を始める策がございます。表情を終わります。ゲッチよ。みんな気合を入れろよ。我が部をもって我が名を示す。じゃあここに出てきたらこいつ進め。ここにしてじゃあ行きます。直政をこっちにします。進め。強行50巻モグラ入れときます。モグラでいこうか。で強行でいきます。この城もらい受ける。いやー、洲本取れたのはでかいね。あとはもう黙っても大丈夫そうだね。洲本は返します。3つ全部できます。報告いたします。ゲッチ。まあ交渉ついてるね。まあいいでしょ、交渉しなくて。返します。こっちも返して大丈夫な、これね。返そう。これも返して大丈夫そうだね。じゃあこんな感じで、長老だけ。取引を行います。もうこれ買えばもうあとそのまま乾燥できるかな。買わなくても長老ね。優雅な戦であった。標高56インチ。あと2ヶ月ぐらいかな。行為で、速攻者がつくんで、速攻賞。見たか我が軍略を。無念で、これで速攻賞できるでしょ。全面解放お願いします。勝ち戦だ。勝ち時をあげよ。高泥さんはいい人でしたね。じゃあここ入場させます。こっちのね、浮田さんに攻め込まれるのもなんかめんどくさいんでね。はい、イベント始まりましたね。ああ、蒲生氏里が死んじゃうっていうやつですね。いや、悲しいですね。いや、でも蒲生氏里さんがいたから、の新名だったので、このイベントがね、見れたっていうことですね。志、果たせぬか。志、果たせずか。報告いたします。ご命令を。いや、蒲生さん死ぬイベントもちゃんとあったんですね。知らなかったです。我が部の前に敵はおらぬ。かたじけない。じゃあ返します。ここもいらないね。どっかここあれじゃない？速攻書かなんかついてるやん。速攻書だよね。この城、もらい受けよう。行こうか。はい、起動します。あと、ここら辺も。ただの交渉しかついてないね。こっち特じゃないね。25日で終わる。来月には終わる。あ、両党も来月は終わりますね。じゃあ、あとはそのまま送るだけで。報告いたします。これより表情を始める。表情を終わります。ゲッチ。じゃあね、進めていきましょう。この城、もらい受けよう。じゃあね、カットします。無念だ。じゃあ返します。あとここですね。残ったの126人ですね。はい。我が部の前に敵はおらぬ。じゃあちょっとね、全員切るんですけど、ビデオさん、あなたがやってきたからですよ。うん。小田原包囲網をね、小田原聖母さんとやらなければよかったわけですよ。うん。やってきたので、みんなね、まとめて。うん。うん。ついと落ち、ついと敬遠し、我が身かな。何話のことも夢のまた夢。カットしたね、秀吉の持っていた家宝の茶器をね、手に入れましたってことで。あ、いっぱい持ってるね。3個目、4個目、5個、6個、7個、8個、9個、10個、11個。そんな感じですね。父上は打ち取られたとかってするけど、あなたも多分打ち取られてるはずですけど。とりあえず、返します。まあ、これで、まあ、いい。まあ、これでちゃんと、あれですね。総武寺で発令できますね。はい。南部参加心として取り込みません。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。南部さんには南部さんでそれなりにまた頑張ってもらわなきゃダメでしょ。困るからね。はい、では、総武事例発令していきます。ここじゃない。いや、意外と早くね、終わるようなおいでよかったなと思います。じゃあ、このまま引き続きね、ちゃんとあれが、回想シーンがね、あるのでね、よかったらね、ご視聴していただければいいかなと思います。まあ、こんな感じに進めましたよ、というのはね、エンディングですね。はい、ただエンディングの音楽は流さないようにね、音楽は止めます。はい。